ハンスヨアヒム・ヤープスは第二次世界大戦時のドイツ空軍の昼間と夜間戦闘機の双方でのエースパイロットである。ヤープスの50機の撃墜は駆逐戦闘機や夜間戦闘機といった様々な型のメッサー・シミット BF-110 により記録された。1917年にリューベックで生まれたヤープスは1937年にドイツ空軍に入隊した。当初は メッサーシミット BF-109 戦闘機のパイロットとして訓練を受けたが1940年3月にメッサーシミット BF-110 を装備する第76駆逐航空団に配属された ZG-76 第2飛行隊に所属してヤープスは1940年半ばにフランス上空で4機のフランスの航空機とイギリス空軍の戦闘機を撃墜したその後バトルオブ ブリテン期間中にイギリス本土上空に進出した。より機敏なイギリス空軍機に対して脆弱な BF-110 は甚大な被害を出したが、ヤープスは8機のスピットファイアとハリテーンを撃墜した。その年が終わる頃には16機を撃墜して、撃墜数トップクラスの駆逐機パイロットになっていた。1941年に b f 1 0部隊の大多数は昼間戦闘から、 引き上げられ、ヤープスは夜間戦闘と本土防衛任務に転換された。1941年10月に再訓練を受け、港湾とドイツ海軍の軍事施設を防衛するために、ハンブルクに駐屯する第3夜間戦闘航空団に配属された。撃墜の機会はなかなかなかったが、1942年6月にようやく一機を撃墜し、11月には、 1> 第1夜間戦闘航空団大砲飛行隊に移動した。1944年1月までにヤープスは45機撃墜を記録し、3月に NJG1 の戦闘航空団司令に就任した。1944年4月29日にヤープスの BF-110G が日中に飛行試験をしているとジェフリーページ少佐に引きられた。 A-132 飛行隊所属の6機のスピットファイアに捕捉された。スピットファイア機が高速になりすぎたところを RB プリン少尉操縦の1機を撃墜し、プリン機は炎に包まれ落下していきパイロットは死亡した。次に JJ コールトン少尉のもう1機のスピットファイアがヤープスに対し生態攻撃を仕掛けてきたが BF-110 の前方向きの重武装が効果を 発揮して避難したスピットファイアは、滑空状態で、デイレン空軍基地に、胴体着陸した。それから、ヤープスは意表をつく強行着陸を完光し、機銃装者で時期が破壊される前に素早く、上空カバーの緊急迎撃体制を指揮した。ハンスヨアヒムヤープスは1944年3月24日に、白洋付き地鉄十字章を授与され、戦争終結まで、 NJG1 の戦闘航空団司令を務めた。最終階級は、中佐で50機の撃墜記録のうち22機は昼間に BF-110 よりもはるかに優れた連合軍戦闘機に対する戦果であった。ヤープスは、総計710回の作戦任務に出撃した。戦後ヤープスは、ベストファーレンで会社員となった。戦闘機パイロット協会の副会長も務めた。 ありがとうございます。